金吾め、動かぬか。かくなる上は。殿、一大事にございます。あれを。動きのない小早川秀明に業を煮やした家康は、自らの配下の鉄砲隊に小早川陣への射撃を命じていた。ナイフも随分とじれているか。安売りはできんと思っていたが、ここらが潮時のようだな。家康の威嚇射撃が功を奏し、秀明は寝返りを決意。西軍の大谷義継の陣地へと攻めかかる。見えておったぞ、金吾。貴様の弱き心、義を知らぬその差が。西軍の大黒柱ともいえる名将大谷義継にとって、秀明の寝返りは予想の範疇であった。しかし小早川軍の寝返りがもたらすさらなる変化まではさすがの義継にも見抜けていなかったのである。